はい、皆さんこんにちは、鈴木慎太です。今回の動画なんですけども、立ち5段の飛び方について解説をしていきたいと思います。で、過去動画でもですね、動かし方については取り上げてはいるんですけども、今回ですね、ちょっと一歩ごと動きを交えながら解説の方をね、していきたいと思います。はい、じゃあまずですね、立ち5段の一歩目についてなんですけども、一歩目ってね、遠くへ飛ぶためにやはり一歩目頑張りがちなんですけども、一歩目頑張りすぎてしまうと、その次の2歩目3歩目っていう風に潰れてしまいがちになります。はい、ですので、また今ここはですね、今立っているところからここまでですね、約2メートルあるんですけども、普通にね、立ち幅跳びする選手でしたらね、3メートル近くまで飛ぶと思いますので余裕で超えると思うんですけども、全力で1歩目を行ってしまうと、先ほど言った通り潰れてしまいますので、その手前ですね、立ち幅跳び3メートル飛ぶようでしたら、その一歩手前の2メーター50ぐらいまで飛ぶようなイメージでやってもらえた方が次につながってきます。1歩目は飛びすぎないということが重要になってきます。ですね、今1歩目について今やっていきました。1本目の動きについては、やはりですね、少し飛びすぎる、前に前にした時に1歩目の場合ですね、上半身が前に倒れていますので足が出てこない、でうまくですね、重心が運ばれないので距離も出ないという形になります。2本目の動きについては、少しね、一歩手前に1歩目よりも設置をしているんですけども、そのためですね、しっかり2歩目3歩目と潰れずに前に前にと加速がしっかりとできています。どちらがいいかって言いますと、もちろんですね、最初から頑張るっていうことも大事なんですけども、やはり理想としては1歩目から最後着地まで加速し続けているっていう方が勢いが出ますので、こちらの動きをやっていただきたいと思います。で、1歩目だけがですね、1歩目がしっかりできていけば 2,3,4,5 最後着地までっていうのは難なくね、できると思いますので、5段跳びをしっかり飛ぶためには1歩目が飛びすぎないというのがポイントになります。じゃあ投資でね、少しやってみましょう。5段跳びをやってみました。で、先ほどから言っているように、大きなポイントというのは1歩目が頑張りすぎているのか頑張りすぎていないかだと思っています。残りの 2,3,4,5 着地まではしっかりとですね、1歩目から減速しないためにも、1歩目で頑張らなければ 2,3,4 と出ることはありませんので、そこをですね、しっかりとやっていければ最後着地までね、距離が伸ばすことができます。距離を出そうとすればするほど1歩目の頑張る、そして 2,3,4 のところも足先だけで出てしまうので、ではなくて1回1回タイミングでしっかり地面を押して体を前に運ぶっていうことができると、全体の距離も伸びてきますので、そこをですね、間違えないようにやってみてください。はい、今回の動画はこれくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。